今からね、この金亀さんをね、自由にしてあげます。捕まえたところに行って、逃がしてきます。半年ぐらいうちにいた。越冬から脱皮までね、全部見せてくれた、この金亀虫。メスなんでね、捕まえた場所に戻して、子孫たちに来年も会えるといいかな。飼ってる間はね、よくこのねアクエリアスを飲んでた。新鮮なアクエリアスがね大好物でした。このね口、この尖ってるのあるでしょ。この口をねアクエリアスを含んだティッシュに差し込んでね、丸1日とかそれ以上30時間以上ね差し込んでじっと動かなかった時もある。アクエリアス大好きでした。蝶々とかね、そういう木の汁とか花の汁とかをね吸う生き物はアクエリアス大好きなんだよ。じゃあ元気なうちに逃がしていきます。到着しました。ここはね捕まえた場所。帰ろう、自然に帰ろう。おい、手か、手の方がいいの。よし、自然に帰ろう。テントル置いとこうか。自分で歩くかな。もう助けないよ。もう助けないよ。